いろんなロールケーキをむさぼり食いたい。今こんなにいろいろ出てるんですね、まあ、とりあえず全部食べます。オランジさんのクリープ、ふんわり極上ロールミルク、オランジさんのミルクココア、ふんわり極上ロールショコラ、春いちごのロールケーキ、プレシアさんのフルーツロールケーキ、モンテールさんのとろける生ロール、抹茶と小倉のロール、サンラビアンさんのカステラに包んだ幸福ロール、いろいろなところのいろいろなロールケーキです。いただきます。ふんわり極上ミルク、あのクリープの会社のクリープさんとコラボしたってことでしょうか。あのクリープ、かなりクリーミーです。クリープの味わいが全面に広がって甘いクリープの味わいです。生地もふわふわ、ミルクココア、ふんわり極上ロールショコラ、森永さんのミルクココアとコラボレーション、まさにミルクココアの味わいです。森永さんのミルクココアの味が忠実に再現されてあります。口どけも最高です。春いちごのロールケーキ、可愛らしい色合いですね。春らしい爽やかな味ですね。いちごミルクの味わいなんですけど、甘酸っぱさはそれほどきつくなく、ほんのりとした甘さのいちごミルクの味わいです。フルーツロールケーキ、かなりフルーティーですね。ふわふわしっとりの生地とぴったり合います。フルーツのジューシーな味わいがかなり生地に染みてます。とろける生ロール、口いっぱいクレームブリュレが広がります。ちょっとね、大人なプリンテイストです。抹茶と小倉のロール、茶の苦みが上品です。和のロールケーキは最高に美味しいですね。カステラで包んだ幸福ロール、完全に和テイストです。ロールケーキの生地とはやっぱり全然違って、カステラならではの美味しさがあります。乱れ食いしたいと思います。
どれ食べても美味しい。最後と全然ロールケーキじゃないんだけど、食べてもええ。新商品でね、ちょっと食べたいなと思いましてね。これはね、書いてるんじゃなくて、ほらほら、ボレーっつってね、俺のシリーズ結構あるよね。私のシリーズはないけど、上品な味わいです。食感は割としっとりって言った感じで、タルトの生地も同じようにしっとりしてます。かなり柔らかいので食べやすいです。味わいはちょっとホワイトチョコのショコラテイストですね。ごちそうさまでした。いろいろなロールケーキ各種と二層仕立てのショコラフロマージュ、大変おいしくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。ロールケーキいろいろ出てますね。あれカットしてなくても丸でいいんですけどね、私丸ごと食べるのが好きなんで。皆さんもぜひ。